セブンスアイコのこのコーナーは名古屋市名東区星ヶ丘駅徒歩7分星ヶ丘のオアシスロックバー UK の提供でお送りいたします。セブンスアイコの上等じゃねえか、私アコースティックロックユニットセブンスボーカルのアイコと申します。このコーナーではワイルドで行こうをお聞きの皆様へ、私がおすすめしたいアーティストとの対談や音源をオンエアしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、本日のゲストは名古屋最強ギャルバンフェイツのギタリスト兼ボーカリストめぐちゃんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。あつしさん、ランさん、こんばんは。ワイルドで行こうお聞きの皆さんもこんばんは。地上に降りたただの天使、フェイツのギターボーカルメグでーす。イエーイ、来ちゃった。いいね、来ちゃった。いいね、天使が舞い降りた。うへへとか言ってごめんね。もうね、ラジオってこう耳で聞くものだから、うん、見た目の可愛らしさを伝えられないのがちょっと私としては心が苦しくてしょうがないんだけど、まあでもね、あのエンジェルボイスということで、もう皆様に今日は。愛子さん、私の普段知ってるからあれだけど、全然エンジェルボイスでもないし、そこまでエンジェルでもない。まあ、なかなか焼けてるよね。まあそこも含めての魅力だと私はね、はい、思ってますので、皆さんお聞きの皆さん、ぜひちょっと今日は私のガサガサボイスだけでなく、めぐちゃんのガサガサボイスを楽しんでいただけたらなと思います。はい、じゃあお聞きの皆様へね、あの名古屋最強ギャルバンフェイツとはどんなバンドなのか、ちょっと軽く紹介していただいてよろしいですか。ではじゃ あのいつものライブでやる挨拶しちゃおうかな。やりますか。やりますか。じゃあいきます。はい、名古屋最強ギャルバンフェイツとは、全員30代40代全員バツイチ全員貧乳コスプレ気違い極悪ナースおばさんフェイツ。音が割れてますこれ一人でやるのめっちゃ恥ずかしいやんどこか受け持とうかなとも思ったんだけど一緒に言うちょっとあのそれね、今度ね、うん、あのどっかステージで、うん、コラボしようか、うん、コラボさせてもらえたらちょっと嬉しいかなそうそう、まあそういうバンドです。平均年齢38歳の3ピースギャルバンなんですけど、まあ、ギャルっていう年ではないかな。3ピースおばさんですまあでもね、あの名古屋って限らずとも日本全国見ても、うん、なかなか同じような人がいないバンドですよね、うん、フェイツってね。そうだね、なかなかここまでアホなバンドもいないかなといやでもフェイツのライブはもう私が最近ちょっとね、自分のセブンスのイベントと被っちゃってたりとかで全然顔が出せてないんだけど、いつも登場シーンとか全然毎回チェックしてくれてる。毎回この間ね、獅子舞で登場したんだよ見た動画見た。そう、あのフェイツは YouTube のアカウントとかでね、ちゃんと毎回ライブが終わってちょっとしたら、今回のライブの登場シーンとかこの曲とかって全部ちゃんと YouTube に上げてくれるから、行けなかった私みたいな人も後からものすごい楽しめるのがすごい嬉しい。ありがとう、ちゃんと紹介してくれてでしかも私最近 iTunes に入ってる曲っていうのが、まあ、いろんなアーティストさんのいろんなアルバムが入って、でそれを曲でランダム再生していつも聴いてるの。どこか移動する時とかランダム再生をしてるはずなのに、なぜか最近アムロちゃんかフェイツしか流れないしかもあの噂のヒット10で曲紹介が途中で入る、小芝居、今週の第何位とか小芝居入っちゃうからねフェイツで何々って言った後にアムロちゃんが流れたりとかそれめっちゃいいじゃん。すごい、一人でなんか人がいっぱいいる移動先とかでプッとかって笑っちゃう時がそんなこんなでね、はい、なんか面白さとかそんなことばっかりじゃなくてさ、私的にはやっぱりこの CD もちゃんとね、iTunes で聴いてるので、そう、楽曲がいいんですよフェイツって。自分で言っちゃったよかったよかった、言ってくれたなんで私の口からそれすんなり出なかったんだろう、そう、そのフェイツの曲の良さっていうのを知ってほしいので、今日はもうまるっとフェイツの曲を一曲聴いてもらいたいと思います。やったー、ありがとうございます。はい、じゃあそこで今日は何を聞かせていただけるんでしょうか。フェイツがただのギャルバンじゃないっていうところをね、皆さんに聞いてほしいので、はい、ちょっともうかっこいい激しめのやつを持ってきました。ワイルドで行こうなだけにね。そうです、はい、それに合わせました。はい、それではめぐちゃん曲紹介をお願いします。はい、フェイツでハードコアセーリー。
橋ヶ丘のオシスロックバー UK。 このコーナーをお聞きの皆様へお得情報です。星ヶ丘ロックバー UK にてこの後発表します合言葉をお伝えいただきますと、カクテルまでのドリンクを1杯無料で提供させていただきます。ただしイベント開催時の提供は除外とさせていただきます。ご了承ください。今月の合言葉はチャミタンです。もう一回言います。今月の合言葉はチャミタンです。皆様ぜひ星ヶ丘ロックバー UK へお越しください。よろしくお願いします。はい、はい、ハードコア整理聞いていただきました。どうでしたかどうでしたかって愛子さんも知っとるもんな。曲の良さが全面に溢れとった。あ、よかった。もう気持ちが分かりみすぎて辛い。女のもうね、女しか分からんもんね。分かんないよ、うん、でまたこのワイルドでいこう、きっとは何だろう、男を男した番組なので、うんうんうん、もう男どもにこの女の気持ちを分からせてやろうというナイス選曲でした。ありがとうございます。ありがとうございます。セブンス愛子の上等じゃねえか、今月もお聞きいただきましてありがとうございました。本日のゲスト、フェイツのめぐちゃんでした。イエーイ、ありがとうございます。何かあの告知とかあったらサクッと。そうですね、はい、ちょっと今フェイツレコーディング中でライブが少ないんですが、楽しみ、3月の15日に名古屋オースオイスでライブあります。はい、来てください。あとセブンスも2月15日からね、ツアーが始まりますので頑張ろうね、お互い頑張りましょう。お互い頑張っていきましょう。はい、それではまた来月お会いいたしましょう。愛子でした。バイバイ。バイバイ。